糸崎駅は、広島県三原市糸崎4丁目にある、西日本旅客鉄道、日本貨物鉄道山陽本線の駅である。当駅と三原駅では、福山方面と広島方面それぞれに、駅番号が割り当てられており、福山方面は、JRX19、広島方面は、JRG17 である。1929年、小道市により作られた、小道都市計画区域図。 左が、三原で、三原駅がある。その右に、糸崎と書かれた駅がある。1945年米軍作成の三原市地図。一部1930年代の情報で書かれているため注意。地図中心右側にあるのが糸崎。この駅は1892年の7月に、山陽鉄道の尾道駅から東駅までの延伸に伴い、 山陽鉄道の終着駅である三原駅として開業した。当初は終着駅であり、開業当初は三原の町に一番近かった。開業から2年後の1894年6月には、山陽鉄道が当駅から広島駅までを開通させ、三原の中心街により近い位置に三原駅ができたためあたり駅は糸崎駅に改称した。 1906年12月には、山陽鉄道が国有化され、そのおよそ3年後の1909年の10月には、線路名称の制定により、神戸駅から下関駅までと兵庫駅から和田岬駅までが、山陽本線とされたため、この駅は、国有鉄道、山陽本線の駅となった。開業時から1970年代まで、駅南側に、糸崎機関区が置かれ、 1960年代初めまでは、すべての急行列車と一部の特急列車が停車するほど重要な駅であったが、山陽本線、クレ線の電化新店や優等列車の電車、軌動車化に伴い、糸崎駅を通過する列車が増え、糸崎駅の地位は低下していった。さらに1975年3月に、山陽新幹線が岡山駅から博多駅まで延伸した際に、 中高優等列車は全廃されたが、早草は深夜時間帯にもかかわらず1980年代まで停車しており、その後も下関企業の下り、朝風が2002年まで当駅に停車していた。古戦橋から望む構内。左側は尾道方面乗り場、右側は三原方面乗り場2面4線の島式ホームを持つ地上駅。 糸崎港に面しているため標高が低く排水に難があり、1967年7月、1971年7月など、集中豪雨時には駅構内が浸水することがあった。駅舎とホームは古戦橋で結ばれている。かつては下りホームに蕎麦屋があり、名物の天ぷらうどんを停車中の電車の車窓から買うことができた。蕎麦屋はすでに解体されたが、 その後には休憩室が設置されている。一部寝台特急が一時期、当駅に客扱いでの停車をしていたこともあった。旅客線路は2から5番線であるが、ホーム案内上では1から4番、3番線が上り本線、5番線が下り本線となっている。旅客線路の両側にある、ホームのない1番線、6番線は貨物用で、上りは所定で停車する。 貨物列車。駅の南には留置線が多数あり、かつては糸崎機関区が現在は常夜間大泊の設定駅でもある。愛子か利用可能駅。2020年3月より窓口業務が終了し旅客営業場は無人駅化されているが、走車構内扱いのための駅員は配置されている。自動改札機は簡易式であり、降車客の乗車券は 改札木裏側の収札箱に投入する。山陽本線の路線記号は、福山方面は水色の X、広島方面は緑色の G とされており、当駅を境界とする表現も見られるが、2020年9月の駅ナンバー制定に際し、当駅三原駅間は両路線記号の重複区間とされた。上り本線は二番乗り場、下り本線は四番乗り場である。 対比線となっている1番乗り場と3番乗り場は、当駅始発となる列車や貨物列車の通過待ちを行う列車が使用する。なお、1番乗り場は岡山方面からの、3番乗り場は広島方面からの進入も可能となっている。広島方面からの当駅止まりの列車のうち、当駅始発の岡山駅に接続しない一部の列車は、3番乗り場で直接折り返す。 2019年3月のダイヤ改正以降は、岡山方面からの当駅止まりの一部の列車についても直接一番乗り場に侵入し、岡山方面へ折り返す。糸崎新営業所は、糸崎駅南側にある JR 貨物の施設である。コンテナ周廃基地として12フィートのコンテナ貨物を取り扱い、貨物列車代替のトラック便が、 拠点駅である東福山駅との間に1日2.5往復が設定されていた。しかし2020年9月現在、JR 貨物公式ホームページのコンテナ取扱駅一覧に当営業所は掲載されていない。糸崎駅はかつて貨物列車も発着する一般駅であったが、貨物取扱は1996年3月にトラック輸送に転換された。その後、 2006年4月に貨物取扱施設は糸崎オフレイルステーションに名称変更、さらに2019年3月時点では業態規模、見直し、糸崎新営業所に再編された。かつて、糸崎駅の貨物ヤードは、駅北東側と南側にあり、駅南側の貨物ヤードから三菱重工業、日本セメント、糸崎工場、糸崎倉庫など、 周辺の企業や糸崎岸壁、糸崎港に向かう専用線が多数分岐していた。また、糸崎7丁目と糸崎南2丁目の境界に沿って南東方向に港に向かう専用線も、付設されていた。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。駅前の国道185号沿いに、糸崎駅前停留所があり、友鉄道の三原駅、上、 福知方面の路線が発着している。この駅が所在する地域の町名はもともと糸崎町であったが、三原市による2006年8月28日付での住居表示実施に伴って、町域分割、解消が行われ、糸崎4町目となった。下り三原方面と当駅の中間あたりで、岡山市社、広島市社の境界になっている。当駅伊藤は前日のように、 岡山市社管轄であり、クレセン経由を含めかつて多数設定されていた岡山、広島地区を、相互直通運転する列車の乗務員は当駅で、交代していたが、2009年3月改正で、西日本旅客鉄道、XG 産業本線尾道駅糸崎駅、三原駅。ありがとうございます。